アイテム番号。SCP-1307。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-1307 はサイト19の標準的有害物収容室に保存されることになっています。鉛筆は収容されないか、または物体の周囲6メートル以内に近づけてはなりません。どんなことがあっても実験以外では、鉛筆は SCP-1307 の正面の穴に入れたままにしてはならず、プラグを抜き差ししてはなりません。説明。SCP-1307 は前面に標準的な大きさの穴と下部に削りくず受けを入れる溝のある、灰色と黒の電気式鉛筆削り器です。SCP-1307 の上部のちょうど前面にプラスチック製の小さなオレンジの部品が飛び出ています。背面には、機能していないように見える標準的電気コードがついています。プラグが抜かれているかに関わらず、SCP-1307 は起動することができます。標準的な大きさの鉛筆を穴に挿入することによって、SCP-1307 は従来の電気式鉛筆削りと同様に起動します。鉛筆型の鋼棒や、編集済み、のようなペンでは、この効果は起こらないでしょう。この効果にはシャープペンシルは当てはまることには注意すべきです。個人が SCP-1307 に鉛筆を差し込んだ時、対象は鉛筆から彼らの手を離すことができないことに気づきます。鉛筆を手から力ずくで離そうとする挑戦は失敗し、鉛筆との接触から個人を取り除く唯一の方法は手を切断するのみです。SCP-1307 の稼働中、それが置かれている面から動かないように自身を固定し、鉛筆も全く壊れなくなります。鉛筆が個人が握っている場所まで削り切ったなら、SCP-1307 は鉛筆をなおも引き込み続け、対象の手を引きずり込むために必要な大きさまで穴を広げます。対象の手が引き込まれると、それは鉛筆と共に、鋭くなり、その過程で四肢を寸断します。いくつかの実験を通して、SCP-1307 はおよそ4時間のうちに人体全部をズタズタに引き裂く能力を示しました。ひどい失血にもかかわらず、対象は SCP-1307 によって脳を破壊されるまでは生きていて、この時点では対象の生理機能は失われます。それからも SCP-1307 は体の残りを取り込み続け、死体全体を細かく切断します。以降、ただ SCP-1307 に付着しなかった血だけがその場に残されます。SCP-1307 に付着した、あるいは中に入ったいかなる血液も、対象の体の残りと共に表面上は消えます。対象と共に追跡装置が裁断されるため、対象を通じて追跡装置を送り込む試みは実を結ばないとわかりました。SCP-1307 はコロラド州のローズウッド小学校にて、データ削除の後に回収されました。